そうですね、ラフマニノフとエルガーっていう組み合わせは非常に珍しいかもしれないですと、やっぱり両方とも大変な名曲であって、今練習したエチュード・タブローの「海とカモメ」も素敵な曲ですし、でその素敵な曲を書いたラフマニノフが、最初実はピアノ協奏曲1番もあんまりうまくいかなくて、そして1番の交響曲で大失敗してて本当に落ち込んで、でもだんだんこう2番のピアノコンチェルト、2番のシンフォニーってこう成功していった。でその時にやっぱり彼にとってとても大事だったのは、やっぱり祖国を離れた時の辛さを乗り越えた時で、それがやはり例えば一番有名な曲としてはシンフォニックダンスかに、でシンフォニックダンスなんかはニューヨークで、それこそその頃ドイツからソビエトが攻められてた。でそれに対して母国を思ってソビエト頑張れと思いながらラフマニノフは書いたんですけど、そういう長い波乱万丈の人生の中でこんなに綺麗なピアノ曲を書いて、それをなんとオーケストレーションの名手のレスピーギが美しく書いてくれた。そしてラフマニノフといえば一番大事なのは「怒りの日」で、やっぱり、グレゴリア聖歌の「やあた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 」っていうのをこんなに使った作曲家いないんですよね。だからそれはもちろんシンフォニックダンスにも出てきますし、そしてシンフォニーの2番の「パンパンパンタンタカタカタンタンタン」っていう、あれは「たあ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 た」って、もうあれももちろん「怒りの日」なんですけど、それがもちろんこのパガニーニ変奏曲にもちろん出てきて。そしてこれを僕は彼女と初めてやりますけど、どういう感じに弾いてくれるのか、そしてこれはピアノコンチェルトと言いながら、ある意味でオーケストラとのその室内楽というか、その丁々発止のやり取りがやっぱりピアノコンチェルトと堂々としてなきゃいけないようなところがあるけど、これは変奏がいっぱいあって、もうちょっとずつテンポがすごく変わるんですよね。ですからどんなふうなテンポで彼女が弾くのかなと、それに結構ついていくのが大変な曲なんですと。でも東京はこれよくやってらっしゃると聞いてますし、とても何て言うんでしょうね、聴いてらっしゃって静かな美しい海の風景からパガニーニの DS 入れがあって、そしてエルガーの最後の人生の最後のいわゆる黄昏で本当のチェロコンチェルトに行く前のね、美しさというプログラムですので、そして今絶好調の東京の演奏をぜひ聴いていただきたいと思います。僕はまあ2番、まあ割とやってる方だし好きな曲だからいいけれども、その非常に難しいんです。もう言ってみると演奏不可能に近いところがいっぱいあって、エルガーさんが振った時にロンドン交響楽団の人と大喧嘩して、こんなの吹けませんっつって、そして吹いてくれとか言って吹けませんっつって大騒ぎになったぐらいの曲なので、確かにエルガーさんが振ってるレコーディング聞くとむちゃくちゃに速いテンポなので、あれじゃ絶対吹けないなと思いました。でもエルガーさんより僕は遅いですけど、でもちょっと演奏が相当難しい曲で、で今回どんな感じになるのかなと思って、今日初日が終わって、いや、やっぱり東京ってのはやっぱりうまいし、よく本当に一人一人の方が勉強してきてくださってるっていうのがね、非常によくわかります。だから日本のオーケストラの中にはうまいオーケストラだけど、初日はまあいいじゃないっていうオーケストラもあって、だんだん3日目にすごくなるっていうところもありますけど、やっぱり東京らしいなというか、本当に譜面をよく見てくださってて、それはありがたいし、初日でこれだけできれば相当いいとこまでいけるんじゃないかなっていうのが初日の感想ですね。難易度もありますと、一番あれなのは簡単な話、1番の方が終わりが派手であると、2番の方が終わりが静かであると。だからショストコヴィッチの交響曲第5番を書いた時に、ショストコヴィッチは4番が初演できなくて、そしてオペラで散々叩かれて、これ自分は作曲家生命を止められるか、もしくは命を狙われるかと言った時に5番を書いて、そして5番を最後はすごく派手に終わった。で大成功に終わって国から認められた。でその時に
ショストコビチが親友に言ったのは、よかったよ、これで終わりを静かに書いてたら俺は殺されてたかもしれないと、これでソビエト万歳だっていう感じに書いてやったら喜ばれたっていうところがあって、やっぱり派手に終わる方がお客さん喜びますしということがあるんですけど、実際は僕は人生って派手には終わんないですから、その人生の終わりが静かに終わっていくっていうことに関して、こんなに素晴らしいシンフォニーはないというぐらい2番の終わりは黄昏ですよね。そして、今日も練習中に皆さんに言いましたけど、これはワグナーの神々の黄昏の男にそっくりであると。で、それはもうエルガーさんも分かっていて書いてるし、そしてそれはエルガーさんが これが自分のこう晩年のね一つの表れだと思って書いたと思うんですけど、そこのところを、まあ、明日2日目たくさん練習しようかなと思いますね。うん。